はい、どうも、沖縄の関です。妖怪ウォッチ、はい、3DS 版の、あ、3DS、他のやつじゃないか。妖怪ウォッチ、はい、今日も続きやっていこうと思いますが、すいません。はい、収録ミスってですね、途中1本飛ばしちゃいました。なぜかですね、音声だけ入ってるんだけど、はい、画像が入っていなかったって現象で、まあ、慌てて、うん、その続きから今回はスタートすることになりました。ね、前回はね、あれだよ、ふみちゃんの、なんか、いろいろと解決して、なんか、封印を解いた。うん、まあ、とにかくそういった、ストーリーでございました。で、ちょっと妖怪ウォッチのレベルアップ、はい、強化のために、今からまあ、調子と行ってこようということになったわけで、レッツゴーでございます。調子道は段々坂の、はい、方にあるということで、はい、行ってまいります。時計の調子道。なんでさっき画像が入ってなかったんだろうな。まあ、いいや。段々坂にある時計の調子道に行こう。はい。一応ね、お母さんに行ってきます。うん。今日も、はい。行ってくるっすよ。調子道はこっち。はい。こっち、こっち、こっち。一応、画面下のマップを見ながら移動しております。この辺りはね、なんとなくね、記憶にあるんだよな。はい。この時計のことで、時計、どれどれ見せてみな。妖怪ウォッチだよ、妖怪ウォッチ。それ、妖怪ウォッチじゃないか。それにこっちの妖怪、ウィスパーが見えてるんだ。羊妖怪、ウィスパーでございます。ウィスパーが見えてるの？当たり前よ、何を。うん、どっから見ても妖怪ですね。世の中には公式社会の時、おぉ、っていうか、画面下のクマが動いてるよ。うん。もっと強い妖怪と友達になりたいんだと。妖怪ウォッチの機能を強化。よーし、よかった。このわしが妖怪ウォッチの強化を引き受けよう。ただし、パーツが必要。歯車とネジとバネ。すごいな。はい。じゃあ、その材料探しに、材料の部品か。部品を探しに行こう。歯車と、このクマ何者よ。歯車とネジとバネを手に入れに。さあ、行くっす。まずは、ネジか。うん、はい。そうそうそう、ネジよろしくっす。はい、いただきます。これドライバーどうなってんの？はい。さて、次は、歯車か、バネか、はい。ここね。そうっす。うん、そうだけど、調子とから聞いて、あれを取りに来たんで、うん、パーフェクトに用意しといた。よし、はい、落ちるまでを手に入れた。はい、次。次は歯車。ユー、感じるよ。ユーから妖怪に、ラブ。そんな気にグッたな。もう、管理人、給料出るのかな。まあいいや、そういえばそういう要素もあったなぁ。うん。っていうか、大家さんは管理人やんないの？うん。あ、というか、すれ違い通信か。この妖怪ウォッチでは、すれ違い通信、妖怪ウォッチやってる人がどれぐらいいるかなぁ。しかも、この沖縄で、国際通り周辺うろうろしていれば、出くわすかもしれないけれど、謎だな。はい。頑張るっす。さて、それで、ここで歯車を探すんだけど、歯車のあるのはここ、野良妖怪たちのたまり場な、野良妖怪っつうのか、さ、竹林のおんぼろ屋敷。何があるかなぁ。鍵がかかっている。こっちは、ほう、今のウォッチランクでは開かない。ウォッチランクっていうのか。怪しいっすね。どういうこと？おお。なるほどね。こうやっていろいろといけるわけだ。丸くな、目が描いてある方。これは、いける。目が閉じてる方。これはいけないというか、裏側という。まあ、とりあえずここぐるぐる回りながら、まあ、探すっす。どうすればいいのかな。つうか、ここ敵も結構強いのが、あ、
肩乗り小僧、うん、敵も結構ね強いのがいるんだよな。ここでレベル上げしとくのもいいかもしれないな。うん、まあ、とりあえずこれでなんとかなったろう。うん、頑張ろう頑張ろう。はい、勝利。ほほほほほ、はい、勝利。だけど、あれあれ、どう行けばいいんだ。行けないぞ。どうなってんだ。わかった。落ちろってことだ。多分そうだ。こっち、ここ。よし。はい、鍵ゲット。よし。はい。スピー。ね、この妖怪なんか苦しそうじゃない？この妖怪バグ。バグじゃねえよ、バグだよ。職業病だな、バグって言っちゃう。はい。口でけえ！さ、こいつも、一応ね、やっつけて。なんかジバニャンの、あれがね、なんか眠そうな感じ。でもね、まあいいや、行こう。ゴー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 。えい、勝利。こんなんでいいのかな。9。大丈夫？は、夢じゃない。はい、起きたよっすね。なんだ夢か。起こしてくれてありがとう。あんまり美味しい夢を食べてないせいかなーと。美味しい夢ってどういう夢なんだろう。ん？まあ、いいのか。悪い夢食べてくる。ああ、そういうのがいたら俺も友達になりたいわなーって、あんまり悪い夢見てないんだな。はい、バクとお友達になった。バーク。ニックネームはとりあえずいいよ。はい。はい、バクの情報。はい、妖怪大辞典に登録。この大辞典もね、もうちょい揃えたい。揃うのにどれぐらいかかるんだろう。頑張らねば。ああ。お、友情残し。このキラキラ、どのキラキラ。歯車ゲット。歯車にもこうね、ああいうマークが入って、そりゃそうだろうな、妖怪ウォッチの歯車に違いありませんね。食べ放題、一石二鳥なのです。ウィス。さあ行こうか。調子とにパーツを持っていこう。ゴー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 。この辺りの人は特にいいかな。調子道。エイス、到着。無事にパーツを集めてきた。それじゃあ早速、勝負下着をなくしちゃったって、勝負下着ってなんだこれ。じいちゃんの勝負下着って、想像したって、想像もしたくないし、見たくもないし、されたくもない。バクいるよ。呼んだ？というかさ、銭湯で下着なくしたって、じゃあ銭湯、下着なくした？下着、つけないで銭湯から帰ってきた。なくさないよね、普通。さ、さ、バクさん、よろしくっす。なんか見てたら俺も眠くなってきたっす。最高。ちっとも眠くないで。いや、眠くなったって言ってたし。なんか、お腹いっぱい。お、バクすごいな。ほう。で、勝手に寝ちゃうし、寝てるし。よし。ご両親に見つかる。さ、行こう。バクのおかげで夜も行動できるようになったってことで。はい、夜、本当に寝てんの？ドア開けっぱなし。寝てるな。よく寝てるなぁ。さ、行くか。なんとか母さんに見つからず。まあ、早速銭湯に向かいましょう。行こう。ゴー。ん？なんか変な感じがしない？あ、これか？来たよ。そういや、こんなのあったっけなぁ、これ。苦手だったんだよ。マジですっごい苦手。これさ、
ゲーム難しかったんだよな、前やった時。これマジでこれだよ、すっげえ寝て、さあそれでも行くっす、逃げるっす。あの鬼に捕まらないようにとにかくまあ逃げ回る。さあ行こう行こう。あ、そうだ、こういうのがいたんだっけ。そうだそうだ。これなんだっけ、高二に見つかるとどうなったんだっけ。走って走って。あ、さっき出てきたやつ。動画にはできなかったやつ、階で出てきた人。人？妖怪、妖怪。助かりたければその扉に入るんだ。さ、あの時ありがとう。勘違い。気まぐれなんだ。はい。名前も知ってる。うっす。行っちゃった。さあ行こう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 。ゴー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 。はい。これでよろしいんでしょうか。いいみたいね。元の時間に戻れました。よかった。悪い妖怪だよ。今の少年誰？妖怪だよね。妖怪。鬼時間と、まあ、そういった鬼時間ってなるんだ。鬼といえば、レム。はい。はい。安全第一。で、扉を目指す。はい。行きます。頑張るっす。さあ、もう一回銭湯に行こう。妖怪ウォッチの機能強化のために。さあ、銭湯行くっす。こっちか。バンタイのお姉さん綺麗だね。じゃ、探し物行くか。お風呂の方から強烈な妖気を感じます。これはまさしく悪い妖怪。さあ、じゃあ探し行くか。はい、お風呂から出てる妖気を調べよう。じゃあ、はい。けど調べるだけだからちょっと、もう一回。なんで、いいじゃん、別にさ。ったく、ケチ。何がケチなんだ。紫色の湯気が出ているお風呂が、これはもう怪しいよね。何？なんか出てきた。のぼせとんまん。気持ちよさそうに風呂入ってるな。風呂は最高だな。どうやら風呂に入って、それ見ただけでわかるよ。気持ちよさそう。いいな、風呂入りてえな。カポーンっていうか、ふんどしつけて洗面器、ふんどし、ほら、ふんどし履いたま、つけたままお風呂入る。これが勝負下着？他人の下着を、嫌だなぁ。しかも、サイズがね、あのじいちゃんとこいつって全然違う。まあいいや。さ、とりあえず、戦おう。ゴー。あれ？結構強いな。あれ？で、他の客たち戻ってるってなんだよ。思い出した。そうだ、こいつ弱点があったんだっけ。敗北したっす。負けました。確かね、どこかに弱点があったんだよな。そう。ちょっと、時間外使って、経験値稼いで、レベル上げして、出直してきて、それでその弱点見つけて、こいつ倒してこようと思います。ということで、まあ、今回この辺で、よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。